ぜか片方だけなくなるんですよ。なんでなんですかねこれ。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、せっかくの日曜日ということもあって家に引きこもってるのはもったいないかなと思い、今日は日産 GTR くんを稼働させております。で、今日なんですけど、実は今日この後ちょっとうちの猫ちゃんたちの病院の時間があって、予約時間があと1時間半ぐらいなんですよ。ちょっと家でダラダラするだけじゃもったいないかなということもあって、今日はこちら、じゃーん、飲むヨーグルトではあるんですけど、実はこのヨーグルト内容量が 190g ではあるんですが、なんとタンパク質も 20g 取れるというね。いや、今私実は4月からめちゃくちゃジムに通ってるってこともあって、タンパク質をしっかりとって体を引き締めるために頑張ってるんですけど、体の筋肉を構成していくためにも必要なそのタンパク質がすっごく手軽に取れるこの飲むヨーグルト、めちゃくちゃ飲んでるんですよ。別に案件でも何でもないんですけど、すごく気に入りすぎて爆買いしてます、ということもあって、今日はそんなに長時間運転できるわけではないので、本当に近場を軽く走っていく感じになるかなと思うんですが、GTR についても少し前に動画を出した通り、実はちょっとエアコンの調子が悪いというか、エアコンかけてもあまり冷たい風が出てこなくなってしまったということもあって、実は近々日産のパフォーマンスセンターさんに入庫する予定になってます。入庫日の予約もしっかり取れましたので、またそちらについても動画でご報告していけたらと思うんですけど、それまでの間ちょっと残念ながらエアコンは使えないんですけど、私の手元にいる間はいっぱい走らせておきたいなという、そんな気持ちです。はい、ということで、それでは走っていきましょうか。今日もご安全に行ってきます。で、最近もあんまり動画に出してなかったんですけど、冒頭でもお話しした通り、実は結構ジムに通ってまして、頑張って体を引き締めるために鍛えてはいるんですけど、皆さんどうですか？多少は変化伝わってますかね。いや、なんか元々も別にそんな太ってたとかではないんで、ダイエット目的の運動をしているわけじゃないってこともあって、目に見えて効果が分かりにくいっていうのがあるんですけど、でも体幹とかは正直鍛わってるような気がするんですよ。プランクとかも最初1分持たなかったのが今ではもう2分いけるようになりましたし、自分的には着実に成果が出てるかなって思ってるんだけど、これは画面の中からね、違いを伝えるのは難しいかもしれない。あ、そういえばどうかな、この動画が上がってる頃にもしかしたら25万人達成してるかな、どうかな。もう間もなく実は25万人達成するということもありまして、実はですね、25万人記念のグッズ販売する予定となります。実は今回は夏に向けたグッズを増やしたいなと思って、これからの暑い時期を乗り越えるためにおすすめできるような商品をたくさん取り揃えたいなと思ってます。なのでその報告はまた後日になってしまうかと思うのですが、皆さんぜひ期待して待っていただけたらなと思います。で、あと最近ですね、私非常に困ってることがありまして、きっと皆さんも共感してくれる方いると思うんですよ。実はですね、最近私自分の洗濯物しか回してないはずなのに、なぜか靴下が片方だけなくなるんですよ。なんでなんですかねこれ。いや、家族とかとさ一緒に住んでて、なんか誰かの靴下間違えて持ってっちゃったとか、そういうのがあればわかるんですよ。じゃなくて、私一人が自分の洗濯物を普通に片付けたはずなのに、なぜか靴下がなくなる。なんで？ Why？ って感じ。またなんかしょうもないふざけた話してるなって思われるかもしれないんですけど、私としても本当に真剣に悩んでて、実は靴下がこう頻繁になくなるということもあって、そのおかげで私今靴下を無印良品さんで9組くらい買ったんですよ。買ったのにかかわらず、その9足とも片方ずつ消えていくという、どうして？いや、これ本当にどうしてこんなことが起きるんですかってめちゃくちゃ聞きたくなる。すごい狭いところに来ちゃったんだよな。どうしたらいいのかな。行くしかないですか。2台入れるはずの道ではあるようなんですけど、さすがに
無理でしたね。GTR もそれなりに大きいんで、ちょっとこの道幅的に厳しいなということで、頑張って道幅が広くなる道までバックしてるんですけど、ちょっと遠い。Google マップさん、こんなとこ案内しないで。Google マップってたまにこういうなんかもうどうしてこんなとこを案内してくるのみたいな場所を案内してくるじゃないですか。なんかこれも幅の小さい車両であればいいと思うんですけど、車によっては絶対この道通れないじゃんみたいな道も案内されるんで、車両の仕様とか自分でカスタマイズできないのかなっていうのは思いますよね。よっこいしょいち、はあ、よしよし、到着。はい、ということで自然を求めてちょっと大きな公園に来たんですけど、初めて来る公園なんだよな。どんな感じなんだろう。でさっきもお話ししたんですけど、今靴下が家に全然なくって、見て、一応靴下履いてはいるんですけど、よくよく見てみると実は左右で長さが違うんですよ。左の方が長くて右の方が短いっていうね。だいたいちょっと近しいサイズの靴下を履いてはいるんだけど、これやっぱわかるかな。正直街行く人、まあ、すれ違う人とかもそうなんですけど、他人の足元なんてよっぽど見ないじゃないですか。私の足元なんて誰も気にしてないであろうということで、まあ気にせず普通に行きます。ちょっと待って、普通にフラッと寄っただけで全然知らなかったんだけど、なんかめちゃくちゃ人いません？すごいこの公園混んでる。なんか家族連れでたくさん来てますね。あ、ハトだ。ハトポッポ、ハトポッポ、ハトポッポ。すごい、ソフトクリームとかかき氷もあったり、キッチンカーが結構来てるな。なんか都内の公園ってこういうキッチンカー多いですよね。私の地元の公園にこんなキッチンカーとか来てなかった気がする。じゃじゃーん。一足先に夏気分を味わおうということで、かき氷買っちゃいました。頭でっかでっか、サイドピカピカ、それがどうした僕ドラエフも、うん、あ、またハト発見。ハト発見、ハト発見、ハト、ヤッホー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 。ハトをかけるだけでもいい運動になりそうな気がする。なんか公園のベンチがめっちゃ混み合ってて空いてなさそうだったんで GTR に戻ってきました。なんか GTR のエアコンがないせいかな、すごく冷たいものを体が欲している。かき氷が美味しすぎる。まあでも梅雨が明けるととうとう夏本番ってこともあるんで、それまでには GTR が無事にエアコンが治った状態で私の手元に戻ってくることを祈るばかりですけどね。頼むよ日産ハイパフォーマンスセンターさん。あ、そんなこんな喋ってたらもう結構いい時間だ。そろそろお家に帰ってジャン君とピエ太郎の病院の準備しないと。じゃあ完全にこれは筋トレしてるせいなんですけど、最近お尻ともも裏がめちゃくちゃ硬くなっちゃうんで、ちょっと頑張って伸ばしていかないと。運転するだけでも結構痛くなったりするんですよね、完全なる筋肉痛。あーあーダメだ、頑張れ頑張れ私。よし、はい、ということで今回は GTR 君で軽くドライブがてら近況のご報告してまいりました。なんか GTR はちょっとこんな乗り方しかできなかったのちょっともったいないなという気持ちにもなるんですけど、ちょっと今日はですね、この後猫様たちの病院がありますので、そう、私の本当に気分転換ドライブって感じになっちゃいましたかね。まあ、ジャン君は健康診断だし、ピエ太郎は予防接種もしないとってこともあるんで、さすがにね病院を無知するわけにはいかないので、今日はここいらで終わりたいと思いますが、そういえば皆さん動画で何もお伝えできてなかったがためにちょっと気になってることあると思うんですけど、まあ、今回ですね、私がカメラマンさんのご友人から引き取った子猫ちゃんピエ太郎なんですけど、今のところジャン君と仲良く、いやそんな仲良くないか。あんまり仲良くはないんですが、
ただお互いなんか怪我をするくらいの取っ組み合いが始まったりとか、これ2匹絶対一緒にいさせちゃダメでしょみたいな感じにはなってないので、まあ、この状態が続く、もしくはさらに好転していくのであれば、変わらずピエタロを飼い続けることになるんじゃないのかなと思っております。まあ、アマネコファミリーかっこ仮という感じではまだあるんですけど、まあ、今のところの状況でいうと、深刻な病気とかは見つかってるわけでもないですし、まあ、ジャン君との相性っていうのもそんなに悪くもないのかなという気持ちもあるので、ちょっとジャン君の受け入れ体制がどう変わっていくのかっていうところに注目しつつも、まあ、みんなで仲良く過ごしていけたらいいかなと思っております。なのでね、ちょっと猫様たちのその後の様子についても少しだけ動画で、メンバーさん用にはずっと出してたと思うんですけど、全体向けの動画でもちょこちょこ出していけたらなと思いますので、まあ、引き続きそちらの方も楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。